はい。それでは、カッコ2の解説映像いきましょうね。GX、困難んんでーす。まあ、ノーヒントで、えー、普通に考えれるような問題ですけどね、もちろんね。で、この問題では、ちょっと誘導がついてまして、あ要するにこういう風なことを言うてはるのね。この8っていうのをさ、5足す3に分けて、この2っていうのを、 5-3。5 3まあ5、5足すマイナス3に分けて、このように見てねーっていうふうに言ってはるんですよ。それはどこのことか言ったら、K とか K のとこですけどね。K k のとこですけどね。はい。つまり、8sin2 乗っていうのを、5倍の sin2 乗と3、ま、プラス3倍の sin2 乗。こうやってこう分けてね、と。で、2倍のコス二2乗っていうのを、5倍のコス二2乗とマイナス3倍のコス二2乗ね。 このようにこう分けてねーって言ってはるんですよ。まあ、ここはもちろん1なので、5ですよね。5×1。で、あと、ここはマイナス3でくくってあげると、えぇ、ー、系統項が埋まりますよね。はい、この形と。はい。そうすると、GX っていうのは、まずね、えー、この最初、これ足すこれっていうのが、今このように変形できましたので、それをそのまま書いてあげて、で、ラストのこの部分ですね。 もう何やったらいいかわかるよね。2倍のサイン・コサインっていう形作ってあげて、あとはまあ3ルート3ですね。この6ルート3っていうのを3ルート3かける2っていうふうに分けてあげますと、2倍のサイン・コサインっていうのがサイン 2x ですよね。まあ2倍角の公式だ。まあそれを使わせようとしてるのは見え見えですよね。で、ここは何ですかえここはコサインの2倍角の公式ね。え o、ー、コス 2x っていうふうになりますので、いいよね。 え、元々のこの GX っていうのは、ここまで持ってくることができましたっていうことですね。これまあ何やってんのか言ったら次数下げっていうことをやってるんですけどね。これまあ2乗。サンかけるサインね。これもコサインかけるコサインこれインかけるコサインね。要するにサインとかコサインに関して、これ2次、2次、2次なんですよね。2次。え、それが、ここ見てください。サイン2 x の1乗。コサイン2 x の1乗。ね。 まあ角度は x から 2x に変わりましたけども、時数。次数は2時、2時、2時え。それが1時になってるんですよね。はい。時数下げをしてるっていうことですね。まあ、有名な計算えですよね。で、これまた、差し数とか世相のね、その部分を見てあげますと、個歳に合成してくれっていう風にね、指示があります。ね。 ま、ノーヒントやったらね、記述式の回答やったら別にサインに合成とかね、まあ、好きなようにやればいいですけど、今はコサインに合成してねっていうふうにね、指定されてますから、それできなければいけません。ここをね、根、ね、掘り葉掘り説明しませんけども、はい、コサインに合成したらこうなりますね。まあ、この合はそのまま置いといて、で、このひえ、マイナス3倍のとかね、3ルート3倍のとかね、そこをコサインに合成したらこのようになるということですね。問題ないですね。はい、そうすると、 大事なのは、こいつがどの範囲動くかですね。2x 引く3分の 2π っていうやつがどの範囲を動くか、っていうことです。で、まず最初、立ちつてとか。えそこは、x がこの範囲にあるとき、っていうことなんで、えー、こいつはどの範囲ですかえ、この x っていうやつをこいつにするためには、まず2倍して、そして3分の 2π を引いてあげたらいいですよね。 まず2倍しますと、ここ 2x になりまして、で、マイナス2分の π、プラス2分の π っていう風になりますね。で、そっから3分の 2π を引くっていうことなんでね。ま、あ括弧1番の計算がそのまま使えますわ。ね。だって 2x にした段階で、マイナス2分の π から2分の π までやからね。え、カ1番と同様の状態になりますよね。うん。ま、両端がね。 で、あと3分の 2π を引くっていうことなんでね。まあ、こことここに出てきてるのは、カッコ1番でも登場した、え、この端っこの値です。え、そしたら、fx の最大値、最小値どうなるかですけども、え、こっからここまでなので、先ほどのカッコ1番の図をもう一回、これ使いますよね。これです。コサイン一番でかいのは、えー、コサインの値、2分のルート3の時ですね。 はい。一番ちっちゃいのはマイナス1っていう値ですね。はい。ということなので、ここのね、コサインほにゃららっていうやつの一番でかいやつが2分のルート3。ね。一番ちっちゃいやつがマイナス1ということなので、はい、fx。え、これ gx か。ごめんね。ミスプリです。皆さんの手元のプリントは直ってます。 Gx の最大値はね、えー、2分のルート3、それの6倍の5を足したですねで。最小値はマイナス1、それの6倍して5を足したですね。いうふうになります、はい。一方、x が0から2分の π のとき、同じく、この塊はどっからどこまでですかいいよね。まあ、えー、各辺まず2倍して、ここを 2x にしてあげて、で、3分の 2π を引くっていうね。 同様の計算やってあげると、マイナス3分の 2π から3分の π というふうになります。今度は、こうなんですね。マイナス3分の 2π から3分の π ね。まあ、ま、度数法で言ったら、マイナス120度からプラスの60度ということになります。はい、じゃあ、コサイン一番でか値は、ここ。まあ、1ですね。これ単円ですよ。1ね。 一番ちっちゃい値、個歳の一番ちっちゃい値、横座標ね。えー、もちろんここです。マイナス二分の一ですね。はい。ということで、えー、この1とかマイナス二分の一ね。それをそれぞれ6倍して、5を足してあげるとね、最大値と最小値が求まります。問題ないですね。はい。えっ、ー、と、括弧二2番でした。